この写真を見てください。きれいな砂浜です。波の音が聞こえてきたり足の裏の砂の感覚が分かるような気がしますちょっと想像してほしいんだけど皆んは今この砂浜に立っていますで隣にもう一人誰かいると思ってください誰でもいいです家族でも友達でも好きな人でもいいですでその人に「このきれいな砂浜見て!」って言いたい時どうやって言うかな 例えばこんな風うに言う人がいるかもしれません空は青くて海は広いねこの長い砂浜を見てごらん話し言葉っていうよりも書き言葉っぽいかもしれないけどこういう風に言う人がいるかもしれません別の人はこういう風に言うかもしれません青い空広い海見てごらんこのどこまでも続くような砂浜をちょっと小説っぽい気もするけどこういう風うに言う人もいるかもしれませんで 今回考えてみたいのはこの2つ両方ともほとんど同じことを言ってるよね空が青い海が広い砂浜が長くて広いこういうことを言ってるんだけどこういうふうに同じことを言っていても表現を変えることで伝わる内容や印象ってすごく変わってくんですこのよういう表現の技法は普通の文章でももちろん使われるし他にも俳句や詩などでも使われることがあります ではこの表現技法一つ一つ見ていきましょうまず最初にこの比喩表現について見ていきたいと思います比喩表現って何かというと物事を他のものに例えて表現することですこれを比喩と言いますちょっと漢字難しいけど書けるようになっていてねさてこの比喩実は種類3種類あるんだけどもまずは例文を見ながら考えていきましょううるさいいびきだ それからまるで怪獣のようないびきだこの2つどちらも同じことを言っているんだけどこの赤い部分まるで怪獣のようないびきだこれが今言った比喩表現にあたる部分ですもちろんこのいびきを書いている人は怪獣じゃないんだけど怪獣のようだって怪獣に例えて表現してるよね今回のこれが1つ目の種類なんだけどこれを直湯と言います比喩の1つ目の種類です 「まるで」とか今回の「ような」などの言葉を使って例える方法を直湯と言いますもう一つ他の例も見ておきますあの子の笑顔は明るいあの子の笑顔はひまわりみたいに明るい今回もひまわりみたいにってあの子は別にひまわりじゃないんだけどひまわりに例えていますこれも直湯の例ですじゃあ比喩表現2つ目見ていきます2つ目は何かというと とと呼呼ばばれれるるものです。す。あいはまこれが2つ目の比喩の種類どんなものかというと「まるで」とかさっきの「みたいな」などの言葉を使わずに例える方法ですこういう言葉を使うと直接比喩しているので直喩使ってないと「暗」に示しているので暗喩というんだね具体的な例を見てみますこんな感じですあの博士が計算すると難問でも不思議と答えにたどり着く あのの博士は数字の魔法使いだこの後半の赤い部分が「暗湯」です今回「丸○」でとか「のようだ」って使ってないよね数学の魔法使いだって言い切ってますでも別に博士って本当に魔法使いなわけないよね杖を振ったらパパパーって文字が現れて溶けちゃったとかそういう話ではありません魔法使いじゃないんだけど魔法使いみたいだって暗に比喩してるのでこれが「暗湯」になりますもう一つ例を見ときましょう 失恋は悪いことばかりじゃない失恋は人生のスパイスだこれも暗威の一つです失恋って別にスパイスそのものではないよね塩と胡椒とそれから失恋を小さじ1杯加えますとか言わないもんね失恋は本当のスパイスではないけれどもでもスパイスのようなものこれを「まるで」とか「ヨーダ」を使わずに例えているので今回も暗威あるいは「陰威」ですこれが比喩表現の二つ目です では一番最後3つ目の比喩表現です3つ目は擬人法と呼ばれる種類ですこれは何かというとこれもまた例を見ていくとこんな感じです雨が降っているこれを擬人法を使うと空が鳴いているみたいに言うことができますこれは空って人じゃないから泣かないけれどもまるで人のように例えているのでこれが擬人法と呼ばれる比喩表現です もう一つ例を見ときましょう人々が常に愛を持てば世界は平和になるこれを擬人法を用いると愛は地球を救うとこういうふうに表現することができますこれも愛は人間じゃないから直接救うことはできないけれどもまるで人間のように例えているので擬人法になりますここまで比喩表現3つ「まるで」とか「ようだ」を使った直悠とそういった言葉を使わない または隠そして人でないものを人に例える擬人法と3つ比喩表現を見ていきました。